ミュージックゴートをお聞きの皆様、こんにちは、こんばんは。 MC のジョとポンです。お願いします。この番組はロックシーンについて様々な角度から視聴者の皆様と一緒にお届けする番組となっております。概要欄に Twitter、Instagram、メールアドレスがありますので、感想や僕らに話してほしい内容の意見をどんどん送ってきてください。番組内で今後の予定についても紹介するので、出演希望もどしどしお待ちしております。よろしくお願いします。どうすか。いやでもやっぱあれじゃないですか、エルレのツアーが発表されました。発表されました。いやマジでどうします。いや多すぎてな、マジどこへ申し込んでいいか分からんよな。いやそれじゃあさ、行きたいのは千葉ロックで見たい。一発目やし、一発目やし、確かに。でも俺らさマジで外れすぎてさ、うん、もう遠くてもいいから当たるとこを求めてるような、ちょっと半分は。まあまあね、でもさ、うん、地方やったらちっちゃくなるわけやん、うん、まあまあ確かに。小箱でやることとかないってか、もう見たことないもんな俺。そもそもツアーをやってんのがさ、そんな復活してからしか見てないし、いほんまに大きい会場しかまだ見たことないし、うん。いやー、千葉ルックとかさ、FAD 横浜やったっけとか行きたいけど、うん、なんか俺そこに応募するさ勇気がさ。確かに。でもあれ1時2時ってあってさ、うん、なんか1回ずつみたいな感じ、うん、やしさ、なんかでも今回第3希望までさ応募できるけどさ、なんてよ、当たらんのにさ第3希望までやるっていうのが意味わからんからさ、普通に第二とかでもワンチャン当たるってことな、そういうわけではないんかなあれ。いや当たらんやん。やけどさ、だってもう第一の時点でさ、うん、多分全会場キャパオーバーしてるでしょ。まあそうやな、まあ確かに意味わからんけどな、それやったらもう、まあ一応ちゃう、まあ、でもさ前回でも第二までやったけど、第三まで増やしてもなんで増やしたんかなって思って思った。まあね、まあ、まあでも一応もう More to be announced みたいなの書いてたから、まあ、まあまあまあ、もしかしたらでっかい会場何個か最後の方に用意してるかもしれん。まあだからって当たるわけじゃないけど、まあ、確かに。まあでも行けたらいいですね、うん、行きたいな。でもあんなに回るんやって結構びっくりしたけどな。いやほんまにな、あなんか普通に全国回ってるやん、あれつつ裏裏やったよな、ちゃんと全国、うん、しかも相変わらず2600円というチケットの破格度。ほんまによ10倍ぐらい払うから行きたい普通に。いやわかるわなあ。まあまあそんな感じっすよ本当に、音楽的なことは。まあ、あとはブレアのタイムテーブル発表とか、うん、まあ、それはちょっと別動画でね、妄想トークとかを撮ろうと思ってるんで。はい、じゃあ本題いきますか。そうですね、はい。で今回はジョとポンで帰省を行いまして、はい、大阪へ、大阪へ帰り、レディオクレイジーですね、大阪の年末のフェスの風物詩、はい、レディクレニの28日、はい、エルレが出るということで、はい、エルレに釣られてホイホイとそう応募したんですけど、最初発表された時はな、なんかいやなしやなとか言ってましたけど、どうせならな東京の年末、そう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 、行こうっていう話をしてたんですけど、結局ね、はい、エルレというものワードに負けてしまい、はい、有給を消化して行ってきました。はい、いやーどうでした、フェス全体、まあ全体レディクレ自体、なんか2年ぶりの一応あのインテックスではあったわけやん、うん、なんかまあ言いつつ俺ドームの時一回も行ってないんやけど、いや俺も行ってないわ、最後行ったんとかマジで大学2年とか、うん、レディクレ自体久々やった、そう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 、めちゃめちゃ久々やって、まあでもうん、まあ、でもフェスの感想としては、うん、マジアーティスト抜きで喋ったら、うん、そんな良くはなかった。
なんかクソ待たされたやん、なんていう、あ、時間の前とか、あ、1時間ぐらいとか、なるほどね、確かに確かに、あ、そういうことね、ま、なんていう、あの、まあ、転換時間、そうそうそう、まあ、お前がそこでスタンバってるからやろっていう話は今100里ぐらいあるんですけど、間違いないです、まあ見たいじゃないですか、時間もエルレも、うん、メインしかもまあ前の方でね見たいっていう気持ちがね、そうそうそう、っていう感じで、あとなんてやろう、ヘイと、うん、まあホルモン、ヘイのケツとホルモンの始まりがまあちょっと被ってたんかな、そうな、でまあなんてやろう、欲を出したらどっちも見れるみたいなタイムテーブルがのせいでなんかややこしいっていうか、人混みっていうか、なんか動線の感じとか、なんか詰まったよね、そうそうそう、結構もうそれやったらさ、もうどんがぶりさしてさ、別にどっちもすごいバンドやし、どっちも普通にメインで見たい人がいるわけ、うん、やから、なんかそう俺らに気使ってくれてああいう感じしてんのかもしれんけど、別に全然株なしてもらってもいいかなって思ったし、うん、そうやなとか、そう、まあ全体、まあ、俺の感想、まあ、フェスアーティストの時の感想は、いや、めちゃめちゃ良かったんやけど、うん、なんか全てが分かりづらかった、うん、あのブロックの組み方とかさ、確かにどこに何があるんかがさ、うん、ちょっと分かりづらかったくない？確かに、なんか初めて行く人やったら何々ステージがどことか分かりづらそうやったよね、分かりづらかったな、うん、あと何、なんかそのめちゃめちゃちゃんとしてるようで、うん、あんまちゃんとしてないというか、まあまあ確かに入場規制なんかかけてんのみたいな、なんか中途半端やったやん、うん、確かにずっと、うん、スタッフの数もそんな多い感じじゃなかった、うん、全然多くなかった、そう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 、まあでもなんか飯んとことか広かったし、あ、めっちゃ飯は食べやすかったね、そうやし、そう店もいっぱいあったし、なんかそういうところでは良かったところも全然あるけど、うん、あと飯以外のブースとかもさ、うん、なんか鍵染め、まあ誰がすんねんって言ってたけどまあまあね、楽しいから子供とかおったら、うん、鍵染めできたり、なんかちっちゃい神社建ててたり、そうそう、なんかそういうエンターテインメントみたいなところはめっちゃ良かった、うん、フォトスポットとかね、そうそう、めっちゃあったから、もうけどなんか、うん、動線とかそこら辺はまあツイッターでもいろいろ言われてたんかもしれんけど、もうちょっとできたんかなとか素人目に思ってしまった、ね、他のフェスとかと比べて、うん、なんかいい意味でさ、うん、まあこういうさ、レリクレとか、そうそうそう、ロッキンとかってさ、まああんま普段フェス行かん人でも行けるわけやん、行くわけやん、うん、入門的な、そう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 、の割には分かりづらかったんちゃうって思った、だからジャパンジャムとかの方がなんかめっちゃいつもはっきりするイメージがあったから、確かにそこなんか結構はっきりしてたらな、うん、もっと他のフェスも行ってみようかなみたいな、そう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 、出るんかなとか思ったり、なんかまあまあアーティスト主催ならなんかな、まあ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 ってなるとこあるけど、確かにまあ結構マイナスなことを言っちゃいましたけど、でも全然めちゃめちゃ良かったです、はい、そうですね、まあ、まあまあまあ、でもやっぱフェスはアーティストですから、はい、喋っていきますか、喋、うん、っていきましょう、でどうすか、まあまあまあ鳥のエルレは一旦置いとくとして、はい、まあ、僕ら見た順番に話していきますか、そうやね、うまあ簡単に、でまず一バンド目 R ステージで12時からWOD、 はい、これ初めて見ましたね、初めて見た、めちゃめちゃ良かったですね、マジで俺めっちゃハマったなあ、なんかなんてやろう、めっちゃいい古着屋の店見つけたみたいな感じがした、そうそうそう、俺は確かに、でなんかその古着屋っていうのもなんか悪いイメージじゃなくて、なんてやろう、うん、レトロのなんかクラシックないい感じの音楽みたいな、うん、確かに印象を受けて俺は、その音楽やってる音楽もさ、うん、ちょっとアットホーム感というかさ、そうそう、日本語の歌詞やし、うん、入りやすいし、でなんか一番最新のアルバムでその感情ってアルバムを出してるけど、うん、そのなんていう感情とかはなんか本能的な感じの音楽で、うんうんうん、でもなんかちょっとなんていうの、最近結構なんか
シンセとかさ、そのミキシングとかしてる音楽が多い中で結構古き良きっていう意味なのかな。そうやな、なんかギターとかもさ、そうそう、なんか歪んでるみたいな音がちょっと歪んでる感じの音とか、そう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 、そう、なんかそこら辺とかを意識してすごいこだわってやってる感じのやつが伝わってきて、うん、それこそ俺これあのライブ終わった後に言ってたけどさ、うん、なんか90年代のアメリカロック的なさ、うん、ニルバーナとか、うん、その辺好きな人は音的にめっちゃハマるんじゃないかっていうのはすごい感じたな、うん、確かに。でバンドもの、なんてやろうな、感じも、そうやな、服装とかもな、うんうん、からもなんか世界観を感じる、おしゃれな感じで、うんうんうん、でなんか結構 A メロ B メロとかは気だるい感じ、いい意味で、うん、そう、わかるわかる。でもなんかサビで爆発するみたいな感じの音楽が多くて、うん、テンション上がる、なんかちょっとアンダーグラウンド的な雰囲気があるのがさらにいいよね、うん、そう、そう。で俺らもなんかまだ全然聞いたことないけど、うん、ライブ行きたいなってめっちゃ聞いて思ってし、チケット取ったな、うん、すぐ取ったなすぐ取ったんで、で、そう、3月カルトターン、そう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 、はい、ちょっと俺らもまだまだ勉強不足なんで勉強しようと思います。はい。でまあ次に見たのがどしろ、ああどしろおじき OAU OAU、いや俺初めて見たけど、いや俺もなんか意外と見る機会ないよ、うん、OAU けど良かったよな、めっちゃ良かった、やっぱ演奏がすごいよな、うん、確かに。しかもなんか見る前のさイメージとしてはなんかもっと、うん、しっぽいっていうか、うん、ゆったりするんかなと思って、ゆったり見る感じのやつやかなと思ったけど、なんか全然揺さぶられるっていうか、うん、なんてやろう、うん、まあなんかよく言うと野外とかで見たかったけどね。あ、分かるわ、うん、めっちゃこうなんていうだだっ広い公園みたいなそうそうそうとこで、確かになんていうのアコースティック、うん、まあバンド名にも入ってるのかな、オーバーグラウンドアコースティックアンダーグラウンド、はいはいはい、そうなんや、なんかな、でなんていうのもっと静かなイメージだったけど、うん、アコースティックのイメージを覆すっていうか、そうやな、すごいアコースティックをめちゃめちゃ楽しくしてる感じがするような、うんうん、めっちゃ楽しそうにやってた。あ、そうそうそう、本人たちが一番楽しんでたもんな。そうそう、まあでもまた聞きたい、たい、うん、聞きたい聞きたいって感じっすね、はい、まあだからアコースティックとかね、うん、なんかなんていうのヘビーな音じゃないの好きな人は聞いてみたらいいかもしれんね。うん、確かに。まあってな感じで次、ヘイヘイ初出演レディクレ、大阪やのに関西出身やのに、なんでしょうね、嫌われたかな、まあ喧嘩腰ですから。確かに。いやでもヘイしてたね、うん、いやし、なんかホルモン行きたい勢が多かったんか、前の方結構空いてたな。あ、めっちゃ空いてた。あんな距離でこんな空いてることないでって思った、うん、ヘイでめちゃめちゃ近かったもんな、うん、普通に2列目とかで見てたやん、うん、いつも言うけど、まあどんなライブどんな会場になっても猪狩、うん、さんが自分のスタンスを崩さへんのはやっぱ確かにかっこいい、それがそうそう、それが言い悪いかは置いといて、うん、自分のスタンスというか信念曲げへんとこはやっぱかっこいいなって思ったね、うん、まあ、ちょっと調子悪そうやったけどな、二日酔いかなあれちょいちょい 声出てへん、出てなかったな、めっちゃ歌わせてきとったけど、うんうんうん、このあとなんかまあ裏話ツイッターで見た話やねんけど、うん、なんか終わった後バリその OAU ブラフマンの、うん、ロンチとはい、はい、なんかめっちゃ下ネタ、あー見た見た見たあれやろなおの話してて、いや猪狩さんやな、うん、さすが今回な出番結構早かったから、そうで、いろいろそっち側で結構楽しんでたんかなとか。でもあの脱線するけど、あのブレアフェス、ヘイしっかり一番手にされてたね。確かに、あのフライング過激したからそうやな、
それもそれで楽しみですけど。確かに一生ケータリングのところじゃやばいよな。終わったら、いや多分もうコードレインなる頃にはベロベロやでほんまに。はい、まあよかったですね。はい、でその後急いでホルモンに行ったね、うん、途中から。そうやな、マキシ2曲目の頭ぐらいから。うん、見れた見れた。今年見たホルモンりっちゃんセットで良かった気する。そうやな、うん、結構フェスでしか見てへんけど、うん、結構あれじゃなかった、あのコアじゃないというかさ、うん、割と分かりやすい方のセットリで来てたかなって。最後も、うん、最後メガラボやったよな。ほんででも生き返すとか久々に聞いた気するし、うん、チューチューとかラブリムニムニムラムラプリプリたしな、ボロボロ、めちゃめちゃ人来てたね、やっぱホルモンは。確かにホルモン超満員やったみたいな。超満員やったな、うん、まあちょっと全部見切れてないんでこの辺にしときますか。いつかちゃんと話したい。そうやな、ホルモンワンマン行ったことないから行ってみたいな。確かに対バンして最近なんかどっから対バンに乗り込んでるイメージがすげえ強い。そうやな、でもなんかあれ一応さツアーやってたけど結構ちょっと地方、年がそうやな、地方中心やった。年が悪かったから。じゃあだってホルモンのさライブの申し込みめんどくさいやんもう確かに顔写真撮ってさ最近の。確かにお前めっちゃ変なやつつけられそうやけど。いやそう新しい枠作ってもらわなあかんかね、外人枠。確かに、まあはい、オーラルオーラル見たな。次行きますか。オーラルまあ、うん、何回も話してるなオーラルは、うん、けどやっぱいつも通り良かったよ。でも、あ、いい、今回のセトリがさ今までといっちゃん違うっていうかさ、うん、てかその点でめっちゃ俺は楽しめたし。そうてか最後の方とかね。そうそうそう、なんか今年最後のライブやったんかな、うん、ぽかったな。だからなんかラブとかやってたんかなって思ったし、うん、ミスターファントムとかも久々に聞いたもん。やっぱかっこいいなって思ったし、うん、ゲットバックとか、うん、もう前半はまあ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 最近の曲とか。そうそうそう、でミストもやって、あでもオーラルの対バンツアーもね。ああそうやな、相手が熱い、行きたかったけど、うん、まあちょっと平日やし今回はって感じですかね。はい、次アジカン。アジカン、いやー染みたよ俺は。染みたなマジで。アジアンカンフージェネレーションで、これなんかバンド名の由来調べて。ああそうなの。なんかまあミッシェルガンエルファント、はいはいはい、好きらしくて。へえー、そうなんや。なんか三節の言葉で決めて、なんかもうブルースリー、うん、世代らしくてカンカンフつけたらしいねんけど。なるほど。オアシスのさ、はいはいはい、元、はい、ノエル・ギャラカーやと、はいはいはい、兄弟おるやん、リアム。そうそう、リアム、うん、でなんか、まあ、バリーバンド名やみたいな褒められたらしくて。あそうなんやそうそう、めっちゃおもろいやん。でお前カンフできるんかみたいな聞かれたらしいけどできないって答えたらしい。そうなんや。まあでもなんか確かに外人でもさ、なんかアジアンカンフージェネレーションみたいな、なんか言いやすいんか。まあ確かに、なんかなんてやろ、インパクトあるんかなって、うん、しかも日本人もアジカンアジカンって言うもんな。言いやすいし、なんかめそこまで今まで意識したことなかったけど、うん、めっちゃいいバンド名やなって。そうやな、なんかめっちゃ話脱線するけど、オアシスが出てきたから話すけど、猪狩、うん、さんがフジロック出た時にひじきを食べてたんやって、うん、そなんか知らんわけわからん外人に、うん、それ何みたいな言われて、ひじきってずっと言ってたらしくて、うん、でその外人誰か知らんかったらしくて、うん、で後からみんな日本人の人来て、うん、何話してたんですかみたいな、めっちゃいいですねみたいな言われてて、うん、なんか後から聞いたらそれオアシスのリアムガルカらしくてリアムガルカにひじき教えたのは猪狩さんらしいマンチェスターシティの大ファン。そう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 、あの猪狩さんオアシス興味ない、好きじゃないから分からんかったらしい。
確かに猪狩さんなんか UK のロックっていうよりアメリカのロック、パンクの FX とか、うん、やし、なんか好きなことめっちゃ詳しいけど、うん、もうそうよね、知らんやつ誰みたいな感じやもんな、うん、絶対そうやと思う、やし、なんめっちゃその姿想像できる、想像できるよな、うん、めっちゃっぽいよな、わかる、誰やねんこのおっさんって思ってそうやもんなはい、まあ時間に戻りましょう、はいはい、いやマジで始まりからなクソ上がったな、これ何リーって読む、RE、まあ、あの有名なやつね、俺もあんま読み方分かってない、イントロからめっちゃうわーってなる曲やけど、で、まあ、そのリライト出てたね声みんな確かに出てたよ声、あれはおもろかった、うん、なんか俺ソラニンとかもね定番ではあるけど、確かにあんまそんなフェスでやってるイメージなかったから、うん、めっちゃ良かったな、なんかなんていうの、誰もが知ってる曲となんか新曲のなんかバランスがめっちゃ良くて、うん、よかった、なんかフェスの100点満点のセトリっていうか、うん、やってた、でなんかやっぱちゃんとなんか前も言ったけどさ、うん、やっぱおじきの力強いとこってさ友達バンドにバトンをつなげるおじきの強さは半端ないから、そうやな、めちゃめちゃいいライブしてたなってめっちゃ感じた、うん、僕の大好きなエルレガーデンが出るんでって言ったもん、言ってたな、普通に、いやーやっぱゴッチかっこいいな、かっこいいな、年取ってからあんなかっこよくなる人おるんよな世の中に確かに開花するの遅いけどな、いやだいぶなマジでポケモンやったら70レベルぐらいで進化してる、ほんまに今のこっちマジでかっこいいからな、はい、最後ですね、もうはい、大本命エルレでしたね、エルレガーデン、いやマジでさ始まる前までどんだけ待つねんとか思ったけどさ俺出てきたら一瞬でそんなこと忘れたよな、 そんなん一瞬で忘れたな、うん、しかもめっちゃ曲聴けたよな普通に、うん、セトリも良かった、スーパーヌーバーから始まって、うん、風の日、ファイヤークラッカー、サラマンダー、マウンテントップ、でここで新曲も歌ってくれたよな、チーズケーキファクトリー、なんかもうアルバムさ The End of Yesterday、うん、まあ、いっちゃん目立ってるっていうか、まあ、名前もそうだし、なんか曲の感じもさ、うん、なんかまあいっちゃん人気そうやなみたいな感じで初見に聞いて、まあ言ってたよね、でも俺らちょっとひねくれてるからさ、うん、チーズケーキファクトリーいっちゃん好きとは言えタイプの人気そうそう、いやじゃあ好きやねんけど、好きやけどなあ、ちょっと自分の中でね、うん、なんかそうあったけど原曲聴いたらな、マジで結局かったよな、結局いいんよ、ウカツさんのギターソロとか、うん、マジでかっこよかった、かっこよかった、いやでもそっからもザ・オータム・ソング、ジダーバグ、虹、メイカ・ウィッシュ、ストロベリー・マルゲリータで、マルガリータ、マルガリータ、ごめん、ピザやったそれピザにしてもうた、でアンコールでスターフィッシュ、ね、まずいやろ、いやいちごのお酒もそんなうまくないんよ、いやな、いやでもこれ話したかもしれんけど、うん、虹でさ、うん、わ最後やって思って俺は、あーわかるな、結構思った、最後にやるイメージ、うん、っていうか最後っぽい曲やん、そうやな、そっから伸びたもんな、でメイカーウィッシュいややんのかいって嬉しいねもちろん、うん、けどなんでメイカッシュで終わりか、終わりか、でストロベリーマルガリータ聞けんかったなって思ったらやんのかいみたいな、そうそうそう、嬉しいねんけど、なんかペイントが良かった、良かったな、右左に揺さぶられた、うん、あとまあ一応今回出てくる声出しありやったわけやん、うん、その最初のさエルレのツアーが全部当たらんくていけんかったからさ、うん、その声出しありのエルレを見んのが確かに初めてやった、うん、のがすごいでかくて、確かにその感動が俺は普通にうかったな、わかる、一緒に歌えるというか、うん、みんなで
メイカーウィッシュとかね、確かに半端なかったよ。全然ちゃうかったな。何回も YouTube で見てきたさ、うん、あのゾゾマリンの映像のまんまやったやん。なんか今まではさ、うん、まあ、もちろんその場でできる全力やったんかもしれんけど、うん、スーパーサイジになってない状態のフルパワーみたいな、海洋拳とスーパーサイジみたいな。やっぱさ、そうそうそう、やっぱ観客もさ、うん、ちょっとぐちゃってなって声出してる方が多分、うん、自然と向こうも乗るというか、うん、あるんやろうけど、いやもうよかったよ行って。よかったわ、マジで。うん、もうスーパーノヴァ流れ出した瞬間えぐかったよな。ちょっとドラムの人、ドラム高橋さん、ああミスってたな、ミスって気にしてたらしいけどだって最初うんってなったもんな確かにいやでもやっぱエルレすごいなって。うん、すごかったほんまに、うん、しかもなんかまああんまフェスにももう出んやん。確かにレディクル出たらマジびっくりしたもんな、発表された時、うん、まあ最高のライブ収めという感じで終わった。よかった、うん、2022もしっかりと収めれたね。でまあそうやね、エルレのツアーを当てることだけしさとは。次の、はい、僕らのライブ予定を話すと、はい、1月ないんですよね、ライブが。そうなんですよ。なのでちょっとこっから数週間は、まあ、2022年の振り返りとか、はい、今更ですけどちょっと話したり、いろいろやったり上げていこうと思ってます。でライブ始めがブレアフェス 2days、はい、まあね、事前のプレビューもやりたいと思うんで。そうですね、しっかり話してって。そんなもんか。2月は自分シャンク行くんちゃう。俺はシャンク行く、19日で。まあ3月が結構、そうなんですよね、3月暑いっす、ね、カルト WOD で、俺スサシツアー初日、はい、パンスプで、4月にノットフェスと、はい、いう形で、まあどんどん上げていくんで、あの一緒に喋りたい方、いや喋りたいというか喋っていただける方はぜひぜひぜひ、ね、しかもなんかまあブレアも、ブレアちょっと早いけど、ね、なんか海外バンド多めじゃないですか。うん、そうやな、なんで詳しい人とかぜひ、そうやね、教えてもらいながらみたいなのもいいかなって。ブレアの会場いる人とかね、一緒に喋れたら嬉しいと思います。まあそんな感じですかね。はい、ちょっと長々と喋っちゃいました けど、2022年もよろしくお願いします。ちなんだよね、2022年って言ってたよ俺2022年もありがとうございました。2023年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。音楽いっぱい聴きましょう。じゃあおやすみなさい。